2023年度の防衛費が過去最高額となったとの情報が。11年連続での防衛費増大。日本の防衛費はどこまで大きくなるのか。防衛力強化の鍵であるスタンドオフ防衛能力と決定した F-35B 戦闘機の取得費用について見てみましょう。F-35B のニュータバル基地への配備にまつわる政府の住民説明会や熊本に進出する世界最大の半導体製造企業である台湾の TSMC が作る10年前の半導体も気になりますね。2023年度の防衛費は2022年度よりおよそ1兆4000億円上積みされ、過去最高額となるおよそ6兆8000億円となりました。これは前年度の約 1.3 倍で、11年連続での防衛費増大となります。2022年12月、政府は外交・防衛政策の基本方針、国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書を改定し、閣議決定しました。この改定は、反撃能力の保有や、防衛費の大幅な増額などを盛り込んだ形となり、この決定によって、日本の防衛費は、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍の総額43兆円となった。防衛省は、計画の初年度である、2023年度予算を、防衛力抜本的強化の元年予算と、名付けて公表しており、岸田首相は、記者会見で、国民の命、暮らしを守るために、防衛力を抜本強化していくと、述べています。こうした防衛力強化の中で、代表的なスタンドオフ防衛能力については、国産の1人1式地対艦誘導弾の射程を伸ばす、能力向上型やアメリカ製巡航ミサイル、トマホークの導入、島嶼防衛用高速滑空弾などが挙げられます。このような敵の射程圏外から攻撃できる能力を、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていましたが、現在でいう反撃能力、これを早期に配備するとしており、日本の防衛力の強化を心よく思わない層からは、政府批判の対象とされ、逆に、日本の国防を憂う層からは称えられるという、この反応は、議論の敵である。この反撃能力の一つであるアメリカが誇る、トマホーク巡航ミサイルですが、日本は、2013年に購入を打診した際、オバマ政権時代のアメリカに、売却を断られた、苦い思い出があります。経緯としては、トマホーク巡航ミサイルが、日本本土から中国の海岸部まで攻撃できることから、当時のオバマ政権は、中国や韓国の反発を懸念していたと見られています。そして、機密情報の保全などから、売却先をイギリスなどに厳しく限定しており、日本への不信感があったのか、トマホーク巡航ミサイルの供与は適切ではないと判断されたのでしょう。今やアメリカ側がトマホーク巡航ミサイルの供与について前向きな姿勢に転じたのは、日本へのアメリカの信頼度が高まった証とも取れますが、近年における日本を取り巻く国際情勢の厳しさの中でも、日本に近接する中国が日本の安全保障環境を最も悪化させていることが一番関係しているのではないでしょうか。こうしたスタンドオフ防衛能力以外にも、2023年度の防衛費には、多様な任務へ対応できる能力を向上させ、かつ船体をコンパクト化させた護衛艦の建造、も、が、身型護衛艦11番艦と12番艦の費用や、すでに改修が進められている、出雲、型護衛艦の航空母艦化改修費や、その艦載機である、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の調達予算も含まれています。も、が、身型護衛艦2隻の建造費は1167億円、出雲、型護衛艦の改修費、
着艦誘導装置の取得等、52億円。F-35 ライトニング2B 型は、総数で42機調達する予定ですが、2023年度は、そのうちの8機を総額1435億円としています。F-35 ライトニング2B 型については、昨年、2022年8月時点での防衛費概算要求では、金額の明示はなかったものの、取得数は6機となっており、事項要求により2機を増加させたことになる。この F-35 ライトニング 2B 型ですが、8機で、総額1435億円とすると、1機あたりおよそ180億円で、同機の A 型が1機あたり133億円であり、同機の中でも特殊な機体というだけに、さすがに高価だとわかりますね。日本が調達を進めている F-35 ライトニング IITO は、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機で、最初に海外へ輸出可能になった第5世代戦闘機だが、機密漏洩があるとされれば、友好国であっても、輸出には慎重な姿勢をとっているが現在、日本を含む西側諸国が、ほぼ唯一、調達可能な機体である。日本の航空自衛隊では、通常滑走路使用、通常離着陸機型の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の B 型を42機入手する計画で、航空自衛隊では、2024年の運用開始を目指し、航空母艦化改修が進められている、出雲、型護衛艦の艦載機としての運用が予定されています。そして、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型は、アメリカ本国と日本以外では、イギリス、イタリア、シンガポールが採用しており、韓国も調達を検討していると想定される。F-35 ライトニング 2B 型の採用国では、大半が強襲揚陸艦や航空母艦での運用を前提としているが、狭い国土ということもあって、シンガポールでは F-35 ライトニング 2B 型の特徴を生かした通常の陸上からの運用を想定していると考えられる。この F-35 ライトニングに B 型の配備先として、現在、第5航空団の F-15J、DJ イーグルを装備する第305飛行隊が配置されている航空自衛隊ニュータバル基地、宮崎県新富町にする方針を示しています。ニュータバル基地にした理由としては、現在、中国が南西諸島、尖閣諸島周辺において活発に活動していることが念頭にあり、中国を牽制することが一番の狙いではないでしょうか。そして、F-35B は最新鋭のストブル機で、スカラ、東シナ海で勢力を強めている中国に、南西諸島や尖閣諸島を攻撃された際に、F-35B は、米海軍のワスプ級強襲揚陸艦に搭載し、そして、航空母艦化改修後の護衛艦化が、出雲にもそれぞれに搭載し、洋上から出撃できる F-35B は、中国にとって、大きな脅威であり、抑止力にもなります。ここでも、やはり、F-35 ライトニング 2B 型の最大の特徴である、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式であることが、危険ではないかなどの言説や、多くの航空基地で問題にされる騒音を理由に、批判もあり、そうしたことからも、ニュータバル基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備をめぐっては、防衛力の強化を否定する勢力によって、ネガティブキャンペーンが展開されてきました。そんな展開が繰り広げられる中、日本政府は、地元の協力を得ることが大変重要だとし、新富町に、防衛省の担当者らを派遣し、住民に対して想定されている内容の説明会を実施し、少しでも、その意図を理解してもらうよう働きかけた。この住民への説明会は、2022年12月22日夜、
新富町の住民を対象に行われ、小島隆明町長役長、住民約100人が参加し、航空自衛隊のニュータバル基地で整備が進められてきた弾薬庫、燃料貯蔵施設の増設の状況等について、丁寧な説明が行われました。これらの増設された設備類は、有事の際には、在日アメリカ軍の使用も念頭に置いていることが伝えられ、F-35 ライトニング 2B 型を新たに配備することで、現在のおよそ 50% の発着数の増加が想定されることなどが説明された。このような防衛省からの新富町の住民への説明会の内容から、個人的な感想として、このニュータバル基地を、有事の際は、アメリカ軍の使用もあり得ると隠さずに説明していることが素晴らしい。こうした事実を隠さず説明できるのも、今、この時代だからであって、一昔前なら、各大手マスメディアが一体となって、大規模な批判が起こったに違いありません。ロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにしていても、一部ではロシア寄りの姿勢を見せる人々もおり、ロシア政府が掲げるプロパガンダに倣い、ウクライナが停戦を拒んでいるとする意見も聞かれる。しかし、多くの日本国民は、そのような意見に惑わされることなく、ロシアがウクライナから兵を引く、それしかこの戦争を終わらせることはできないと、冷静に判断しているでしょう。もしも、中国による台湾有事が現実のものになったとしても、自衛隊や在日アメリカ軍による最大限の防御策を講じることを当たり前のように予想しており、そうした考えはこの先も継続されるでしょう。ここで、台湾関連で世界最大の半導体受託製造企業の TSMC、台湾石体電路製造が熊本へ新工場を建設することが確定していて、2024年度の稼働を予定しており、現在の半導体不足の即戦力とはいかないようですね。デジタル化が進歩している現在、半導体はあらゆる製品に使用されており、半導体需要は大きく期待されます。半導体の製造基盤を国内に持つことは経済安全保障においても不可欠だとして、日本政府も歓迎しています。この新工場で製造するのは、10年前の半導体らしいですが、実際、今不足しているのは、10年前の技術で製造されるものということで、今一番必要なのは、最先端のものではないとして注目されています。